そうですね、自分としては、どうせやるなら社長とシングルでやりたかったんですけど、まあベストパートナーなんで頑張ります。はい。あ、僕ですか。僕はどうせやるなら小野さんとシングルマッチで、っていうか、まあ真面目に、あの小野さんにはヤングジェネレーションバトルで負けてますから、まあ、シングルで小野さんとやりたかったんですけどね、まあタッグなんですけど、向こうもまあ石川さんと小野さんで、まあそう一筋縄じゃなかなか倒せないと思いますけど、こっちもまあ96年のヤングジェネレーションの優勝者と準優勝者なんで自分で言ってるまあ負けないでしょう。超満員だろうが60人だろうが2人だろうがいつも同じです。はい、そういうことです。全く右に同じということで、まあ地方の会場でやってきたことっていうのは何だったかっていうのは、こう今日見てもらったら分かると思うんですけど、もう全く地方の100人もう観客動員数が三桁にも達しないような会場でやった試合と全く同じことをやりますから、それをもうじっくり見てってもらって、バトラーズっていう団体がどういう団体かっていうのを、まあ実体験してもらいたいですね、ファンの人には。まあいい機会ですから。まあ別に相手がね誰だろうとね、うん、戦いには変わりはないですからね、特にうちの場合ね、うん、相手はヤングジェネレーションバトルの、優勝準優勝だと言ってましたね。おお、そうだな、そうだな、3位4位ですね。ああ、うん、負けられないですね。ねえ、絶対負けそれを出されちゃうと負けられないですね。面白いじゃないかな、うん、タグを組むのは何回目、うん、初めてです、うん、初めてです。いつもは、2人がやり合ってるわけですけどね、今回その新たな気持ちで2人でタッグ組んでくるので、うん、どういう、そうですね、照れますね、うん、まあね、本当いつもやってて非常にちょこまかとね、このセンスの良さがあるんでね、味方にすると心強いやつですね、敵にすると嫌なやつですけど ね、 ね、パッと敵じゃなくて小野選手は味方にすると、そうですね、やっぱ頼もしいですね、頭突きされないのが とても嬉しいです向こうにも頭突き最近得意とするやついるからさ、あの顔のでっかい池田さんがそうですね、気をつけないといかんな。稲妻ローリングサンダーのボテクリいよいよファイナルです。池田さんご自身が出ている試合なんですが、はい、よろしくどうぞお願いします。石川小野組対池田対薄田組ということになります。まあ、池田さんはその試合前のインタビューの中で本当は石川社長とシングルで行きたかった。そうですね、はい、このマッチメイクだったらシングルの方が良かったなって思ったんですけどね、コスプックマッチなら自分としてはチームタコで、はい、池田小野でね、はい、うん、まあ、今回はチーム再び出ましたね、はい1年ぶりに、チームに決まって、これも面白い、社長と秘書そうですね、おいどっからついたのかわかんないですけどねえ、面白いネーミング同士の対戦ですが、そうなんです、池田と小野というのはチームタコということで、本来ですとまあ組んではいい相手ですけども、相手にはしたくない、相手にしたくないってことじゃないですけど、うん、結局っていうか、せっかく、ね、ずっと組んできたんで、これからも、はい、一方、今日のパートナーの薄田にしてみると、小野とやりたかったシングルでっていう言葉がありましたけど、そうですね、なんかやりたかったみたいですね、はい、ティーム再び、つまり1年ぶりぐらいでこれタッグを組むと、はい、そのあたりの呼吸はどうですか。呼吸の時点で別に、はい、全然問題はなかったですね、うん、ベストパートナーというふうに試合前は語ってくれましたけどねそうですね、さあ一方社長と秘書石川と小野、これから入場です。さ
木方さん、はい、今日ずっとお付き合いいただきましたが、はい、大先輩の試合を映像で見るのは初めてでしょ。あ、そうですね、はい、どんなところを見たいですか。そうですね、はい、どんなところ、その自分で自分は表現できないことを、あの表現できると思うんですよね、はいはい、ですからそういうのを見て勉強したいです。元気よく今日高さんが飛び出してきて先導をして、その後に石川小野が入ります。さあちょっと挑発合戦です。とにかく池田さん、はい、前の前の試合、まあ、道の駅とそれからタイガーの試合で盛り上がってきて場内のテンション上がってるでしょ、はい、これファイナルじゃないですか。ある意味ではプレッシャーあるんじゃないですか。多分社長だけだと思うんですけど、社長がね、社長がさあすでにやり合っているのは石川と池田。本来ならシングルマッチでやりたかった、もう完全に挑発しているのは池田とその石川のこの視線です。そして大野、今石川のコールです。社長と秘書、面白いチーム名です。これ池田さんに伺いますが、はい、チームタコとチーム再びではご自身のスタイルは違うんですか。いや、そんな変わらないですよね、そうするとそのコンビ同士はどう変わっていくんですか。戦い方としてはあのチームタコの戦い方があるんですよ、はい、自分たちの中で、はい、それがいつもできるんですけど、うん、再びの場合はちょっとね、はい、ちょっと困りましたけど。そうですか、でも息はぴったりだったんで、はい、はい、小野と最初薄田ということになります。薄田克実、そして大野、はいはい、この辺りで守るし小野が取っていきます。今度は社長自ら来ました。小野のコンディションもいいようですね。そうですね、結構みんなコンディションは良かったみたいですね。ですか、はいはい、一番プレッシャーを感じているのではないかというその社長石川、社長だけに、はい、工業的にもね、そうですね、この満員の中でファイナルが果たしてどれほどテンションを保てるか。薄田、薄田はもともと藤原組にいてフリーになって、そしてバトラーズ入り。さあここは社長防いでいます。石川です。バトラーズを、まあ、初めて見るという観客も多いんですが、はい、何かしら合言葉のようにバトラーズも見たっていうのがあるそうですよ。あ、そうなんですか。したがって潜在的なファンというのは本当に草の根的といいますか、はい、浸透してるそうです。あ、嬉しいことですね、はいはい、そしてその中で石川と池田が顔が似てるんじゃないかっていう声もあるようですがこの辺りよく言われませんか。結構あの、自分の新弟子の頃から、言われてます、ね、そうですか、はい、その池田です。まあご自身が社長と相対するわけですが、このキック、この時のコンディションは良かったんですね。そうですね、割といい方でしたね、はい、本当はシングルマッチで戦いたかったという池田の正面、いいキックだ。逆に今度は石川だ、苦しい、池田が苦しい。今の一瞬の隙を突かれましたね。そうですね、
これはしかし石川の老練な、実に老練な攻め。これは苦しいぞ池田。ああロープです。ロープから離れないようにわざと遠めに石川が持っていきましたが、なんとかにじり寄った格好です。さあ今度は小野、本来ならティームタコ。小野が攻めます。あっと薄田、このメンバーの中では小野が一番若いことになります。さあ池田上になりました。ちょっと力比べになっています。しかしこの小野のディフェンスはいいですね。そうですね、なかなかこれ池田攻めることができません。気持ちが伝わってきますよ池田さん。すいません、はい、薄田、薄田の良さは池田さんから。そうそう、キック。今のはかなり右半面ですが相当いい形で入りましたね、はい、気持ちいいですよ。今度はローミドルキック空振り、裏を取りました。小野の素早い動き。薄田は小野と対戦したかった、このシングルマッチというふうには言っていました。今日はタッグです。石川小野がなんと社長と秘書というチーム名、池田薄田はチーム再び。まだ静寂に包まれています。 1.21 東京コラテンホールファイナルです。スリーパー、足を取りに行きました。小野、薄田、さあ今度石川です。結構この時の攻撃、はい、グラウンドが多いんですよね。これ意識的にそう持ってったんですか。いや、そういうつもりなかったんですけど、自分は、はい、結構小野選手と薄田選手の絡みで、多分グラウンド多くなっちゃったんじゃないかと思うんですけどね、はい、ただここまでの戦いぶりというのはチーム再びではどうだったんですか。はい、だいたい思い通りの、まあ、そうですね。そうですか、はい、薄田が後ろ回ります。石川が捕まっています。まあ、池田さん自身の、まあ、この97年のテーマというのを伺いたいんですがね。テーマですか、そうですね、まあ、バトラーズの中もそうですけど、はい、外に向かって、いろんな人とやってみたいですね。他団体とも、はいはい、その中で本当に差し支えなければ実名を挙げてお願いできませんか。いや、さっきも言いましたとおり、まあ、グランなりましたね。まずは、はい、まずはそうですね、その他にはその他には、そうですね、道プロさんだと、はい、好きなのはリック統合さんなんですけど、一番評価していた選手じゃないですか池田さんが、そうですね、その他には別に、はいはい、名前、まあ別に、うん、はい、挙げなくてもいいかなと思いますけど、そこのキック、ウスター、いいでしょう、このコンビネーション、右と左とレッツを持って池田が後ろからスパンス、これは石川止まりません。薄田のキックで後ずさり、
その後ろから池田ですからね。これはたまりません。木田おっと、ここどうも効いている。右この左も効いている。池田さんは利き足は右ですよね。そうです。右と左のキック力というのは相当違うんですか、それとも同じようにも鍛えられてますか。同じように。はい。これはすごい、ダイビングヘッド。今のはジャンピングでヘッドしました。かなり効きましたね。札幌で日独さんに出た時に、はい、社長に続きやって、それを結構恨んでた。恨んでそのお返しですか、はい、あどうする。ドラゴンスクリューに持っていくのか。さあこの対戦は見ものでしょう。この対戦は見もの。はい、こういう時一番ムカつくんですよ、ね、ムカつく。馬乗りで殴られるっていうのがやっぱりいわゆる屈辱的な意味合いもあるんですね。そうですね。これはもう完全に池田どうせ。あーしかしこのサポートが効いた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 。危なかったですね。足が長くてよかったですね。いやそうですね危ないところです。あっと今度は石川にキックを遅れました。いつも思うんですがこの辺りのサポートのキックが半端じゃないですよね。半端じゃない。チーム2つで良かったですね。いいですね。いいコンビネーションですね。これがさっきのマウントパンチの返しですね。返し、はは、目には目を。やはりやられた手というのはよく覚えていて、それで仕返しをしたいもんですか。そうですね。はい、はい、さあ池田高校生倍にして、あーこれはエグいですね顔面を叩き起こしてキックで入りました。これはエグいキックだ。6 7 8。石川声聞いてますよ。ウスター。しかしいかんせん相手コーナーです。ノックアウト決まりました。しかしこのちょっとアングルも危険です。今のは脳天の頂上から落ちたんじゃないですか。そうですね、おーっと左足一発、左足一発。小野のキックはハイアングル、綺麗に入りましたね。結構鋭いんですよね、はい、この選手の蹴りは。満を持してミドルは今度は逆を取った。うわっ、薄田のパンチ。なるほど、やはりコーナーで待ってる池田さんの表情を見ていても気合が入ってますよね。さあまたグラウンドの攻防で小野、不十分不十分、薄田逆に、おっとこれは見応えがあります。小野は抜けました。そしてキック、今のちょっと技術的なことを解説をお願いしたいんですが、そうですね、かなり小野がうまいプレーを見せました。絞る前に自分で回っちゃって、はいはい、それで隙間を作って逃げたっていうところですね。今度は本来ですとチームタコ同士ということになります。小野と池田。どうだ、やーっと池田がうまい。かなりキックで返しました。今度は池田飛び込んでいく。大野選手は軽量なんで、はい、体重を浴びせようと。なるほど、その意味でプレスをしてるわけですね、はい、やはり体重差というのは微妙に変わってきますか。そうですね、やっぱり重たい分上になって押し付けていけばスタミナがロスされてきますから、はい、やはり肌合いとして相手がスタミナを失っているというのはすぐに分かるものですか。大体分かりますよ、はい、動きも変わってくるし、そしてあのタッグマッチですと、まあ、休む時間も当然あるわけですが、あれ少しはそのスタミナが随分回復するということはあるんですか。はい、あります。そうですか、はい、ローキック、ローキック。小野が足を取る。池田危ない。石川の元に行きます。そして石川は
この辺はピンチ、この辺はピンチ、危ないぞ危ないぞ、池田苦しい、キックサポートした、キック薄田がなんとかヘルプをしましたが、池田さん、はい、これご自身でご覧になって一番危ないシーンじゃないですか。そうですね、もう膝狙われたんで完全にね、次の日ゆるゆるになって、あ、そうですか、歩くのがちょっと、ここ困難、そうですね、ここ困難とまで言わないですけど、ダメージあり、力が入らない状態、これはかなり狙い撃ちで効いてますね。狙われましたね。これはどこの部分が一番効いてるんですか。これは今、はい、アキレス腱、アキレス腱ですね、しかしこの薄田の結構もえぐいですね。日頃の恨みじゃないかと思うんですけど、完全に恨みが出てますか、社長がもろに食っています。場内の観衆が、しかしテンションが上がってきた、アキレス腱がつらいつらいつらい、池田危ない、いやこれはしかし相当なダメージを食ってますよ。そうですね、一発のローからちょっと、本当ですね、本当ですね、さっきの田中選手みたいになっちゃう、はい、これが明暗を分けるんでしょうか。ちょっともうすでに下半身が非常に苦しい状態になりました。その中で苦悶の表情を浮かべるのはこの池田、池田がなんとか虹寄ってもう一度ロープ、もう逃れる術がありません。こうなってくるとかなりダメージを背負って相手のアドバンテージでの試合が進みます。石川がここぞとばかりにこのキック、入った、ちょっと一瞬フラッときましたね。このあたりの意識はご本人覚えてますか。覚えてます、はい、はい、まだここら辺はまだ意識ありますね、はい、そして頭の中には何を考えてますか。頭の中は結構ぼーっとしてますね。あ、そうですか、はい、あーっとかすめるようなキック、おーっと、ちょっとこれは池田さん、こめかみのあたりはかなり強打しましたんでね、これはもうぼーっとしちゃってますね、ファイティングポーズを取ったものの上半身そして下半身はフラフラです。あー、まるでデクリンギョンのようですが、この倒れ方かなり苦しいですね。これ今のはちょっと頭がガーンとしましたけど、はい、うん、やっぱ後頭部蹴られると側頭部ではちょっと引き方が違うんですよね。違いますか、あしかしまだまだこれダメージ回復しないまま言えぬまま、あっとタッチタッチ、かなりこれは効いてますよ。日高さん、はい、このファイトここまでどうご覧になりました。そうですね、自分この時池田さんの本チームのセカンドだったんですけど、そうでした、そうでした、はい、池田さんがもうコーナーのぐったりされてたので、はい、さあ今度捕まったのは薄田、ここまでは完全に社長と秘書チーム、いい感じで進めています。薄田きついか、しかしいいディフェンスです。お返し、そして今サポートが入る、かなりこれ石川も来てますね。そうですね、薄田のその腕ひしぎ不十分ではありましたが、一瞬入ったその瞬間なんとかサポートした斧によって救われましたが、ダメージはあります。いい回転です。この時池田さん、はい、まだコーナーですが、はい、当然のことながらダメージはあったんですか。ありました、はい、あそしてチカッと今日高さん見えましたけどね、もう真剣な目でやはりインサイド見てますね、はい、そうですね、そしてご覧のように最前列のお客さんもこのグラウンドの攻防というのを息を呑んで見つめています。時たま池田選手には大ちゃんというね、ちょっと嫌なヤジっていうか声援がありますね。池田のがまだいいです ね、 そうですね、大ちゃんっていうのね、うわーっと石川が危ない。今日の薄田はしかしいい面が随所に現れてますね。結構コンディション良かったんじゃないですかね。良、はい、かったですね。でも、はい、何日か前には腰痛いとか言ってましたけど、まあこれ池田さんレスラーにとっておよそどっかに痛いもんなんでしょ。そうですね、うん、で痛いっていうことはかなり結構辛いんじゃないでしょうかね。なるほどね。石川そして薄田
ちょうど前の前の試合の道の区グランナニワが流した血というのがもうすでに固まっています。石川です。この辺は貫禄でしょう。片指に対戦池田サポート、そしてチームタップ同士になりました。今危ない状態です。薄田おーっとロープ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 レイ。今池田さんサポートに入りましたが逆に小野のキックを食いました、これはかなり効いたようですね。そうですね、顔面ちょっと入りましたね。入りましたね、はい。そして小野です。このハイキックは威力十分です。いい角度で入ってきますね。これ結構鋭いんですよね、はい、ムチのようにしなって、そしてジャストミート、おマンチですね。これはゆっくりと池田のパンチ、仁王様のように来た。これはもう池田気持ちでやってますね。そうですね、フェイスロック厳しくなりました。小野が苦しい、小野が苦しい、裸締めだ。これはこれで結局決着ついた。結局今のは裸締め、石川小野組敗れる、池田薄田組が勝ちました。さあご本人に振り返っていただきますが、池田さん、はい、かなりご自身としてはどうなんでしょう。苦しい試合だったですね。そうですね、なんか、はい、苦しめられましたね、かなり何度もフラットするシーンがあって、はい、結構頭蹴られると、はい、終わった後は気持ちいいんですけどね。その次の日がやっぱり痛くなりますね。あ、これは石川の、まあ、ジャンピングヘッドですが、これも効きましたね。そうですね、はい、高角度です。因縁の返し、これもまた因縁になって自分がやり返すと思いますけど、はい、なるほど。もうそのあたりがいわゆるその因縁絵巻物といいますか、見応えがあるわけですが、これが池田です。この試合で一番何が良かったですか、勝利のポイントとして。勝利のポイントですか、はい、いや、やっぱり薄田選手が速攻で、はい、入ったスリーパーが、うん、ね、やっぱり一瞬の隙ですからね。そうですね、関節技は、はい、それが良かったんじゃないですかね。この辺りはマンジ最近対応しますね、そしてもうゆっくりとね、仁王様のように来ましたよ、はい、俺ですね、はい、日高さん、はい、リングサイドずっとこの試合を見て、はい、印象はどうですか。そうです、あの序盤の小野さんと宇佐さんのグラウンドの攻防が結構印象に残ってるんですけど、はい、あ、なるほどね、はい、この辺りはしかし池田さん、はい、面白いところでしたね、石川池田。そうですか、このキックね、正面から、最後はご覧のように19分31秒薄田裸締め、小野結局ダメ、池田薄田組見事に勝っています。さて池田さん、はい、まあ、ご本人としては最後は当然こう意識戻ってますが、はい、点数にすると何点ぐらいの試合。いや、まだ全然いけてないですね。そうですか、はい、チーム再びが勝利です。やっぱり今日は、マッチメイク自体が自分は納得いかないんで、やっぱり社長とかいや社長と、できたら一騎打ちがしたかったんですけど、こういう結果になったんで、できたら今度は、はい、借りがありますからそれ返したいと思います、はい、僕も後楽園だったら、まあ、小野さんとシングルでまたやってみたいなっていう気持ちもあったんで、試合は試合で、まあ、勝ってよかったんですけど、マッチメイクはちょっとよくわかんないですよね。まあ、ファンの人も多分池田石川の絡みが一番
今日の試合で見たかったと思うんで、それだったらもう初めからシングルでメインでやっぱりぶつけた方が面白かったと思うし、皆さんが期待してくれればくれるほど嬉しい悲鳴で嬉しい振動がありますね。だから僕たちもその期待の膨張率に負けないように自分たちも実力も気力も体力も全部を膨張させなきゃいけないですね。どこまでいけるか本当にわからない状態です。でこの追っかけっこに、ね、負けた方がやっぱりどうしても幕を抜かなきゃいけないので、今日俺たちは負けませんので、どんどん期待してください。君はもうバトラーズを見たか。今日のゲストは池田大輔、日高郁人、お二人でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。池田選手、どうぞこれからも素晴らしいファイト、はい、そして日高選手、はい、ますますいいです。